今日も天気がいいです。いつものように話しながら進めます。また台風ができていますが、進路など気になることが多いです。それでは F-35 ステルス戦闘機ビーストモードというステルスを度外視した特別なバージョンがあります。まだ実際には見ていませんが、結構重量は重くなると思います。ステルスを度外視したですので、 F2 や F15 といった戦闘機と何ら変わらなくなるでしょう。まあ特別ですから、任務に応じて使い分けができます。それよりもF-35 B や A、C といった3タイプ、タイプ別のステルス戦闘機。 A は空軍用、空自用となっています。B はストブル戦闘機となり、短距離離陸、垂直着陸、特別なホバリング機能により狭い離島やもしくはワスプ強襲揚陸艦みたいな強襲揚陸艦に着陸可能、離陸可能となっています。大型空母を保有しなくても中型の空母で任務が行える、そういう特性もあります。 C は原子力空母、海兵隊用に作られています。特別仕様です。ですから、あのカタパルトに耐えるような作りにもなっています。まだまだ C タイプは収益していませんが、これから続々出てくるでしょう。しかしアメリカも
次期戦闘機第6世代の開発を考えています。日本もまた同じく F3 計画を来年には予算化するでしょう。日本独自の技術が詰まったそんな F3 ステルス戦闘機を見てみたいものです。多分ですがツインエンジンになると考えられ、それまで2は各方面いろいろ戦闘能力というか技術レベルは上がってくるでしょう。アメリカの次期戦闘機が少し気になるところですが、想像をはるかに超えてくるのか、まだまだ表には出ていません。最近では無人ドローン戦闘機などが現れ、戦闘形態が変わっているような感じもします。もしかするとドローン、今レーシングドローンを操縦しているような人がドローンの防衛力強化のために必要になってくるかもしれません。何しろ自由に操作できる、小型のドローンで攻撃をされたら、それこそ石油基地ではありませんが、ひとたまりもありません。もしかするとレーシングドローンの技術を習得すると、あなたのその技術が防衛のために役に立つかもしれません。私もドローンは撮影や遊びで使ってるんですが、そこまでドローンレーシングに出るほどの腕はありません。これからですが、その方向性見てみたいものです。今日も天気がいいです。いつものように話しながら進めます。また台風ができていますが、進路など気になることが多いです。それでは F-35 ステルス戦闘機ビーストモードという
ステルスを度外視した。特別なバージョンがあります。まだ